皆さんこんにちは、メイダートンネルのあやのです。今回は、すっぴんから、フルメイクをほぼ編集なしでかな、今日はメイクしていきたいと思うんですけれども、今日はね、ちょっと挑戦したくて、どれぐらい時間かかるのかなっていうのがあって、やってみたいっていうのもあって、それプラス、TikTok ライブの時に韓国っぽいメイク、お茶メイクをしてほしいっていうリクエストをいただいたので、今日はそれをやっていきたいと思います。それではやっていきます。どうぞ。はい、今ね、乾燥のせいでなんかすごいおでこが荒れちゃってるんですけど、ちょっとお許しください。まずはこちら、アクアの下地ですね。まあベースはね、皆さん違うと思うので、ベースをそんな詳しくは紹介しません。こんな感じで塗っていって、首にまで塗っちゃいましょう。で塗ります。したらこの紫のインテグレートの下地を真ん中ら辺だけに塗ります。なんか光がすごいね今日は。今日はちょっと手でベースやっちゃいます。はい、ちゃんと手はきれいに洗ってあります。でファンデーションは相変わらずこれ、もう大好き、もこのナチュラル感でもちょっとカバー力あるから、ちょっと素肌感っていうなんて言えばいいかわかんないけど、はい、塗りました。そしたらほんの少しパフで叩き込みます。パンパコパンパコパン、ポンポコリン、ポンポコリン、ポンポコ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 ポン。でコンシーラー、ダセムの01、一番明るい色から2番目なのかな、だったかな。そう、これがいいって勧められたのでお店の方に。絶対にね、このチップからねつけるのはねちょっと危ないので、綺麗なところにつけのせてから、気になるところにこうやってつけていくんですよ。香りがする。
私ね、本当に YouTuber さんがすごいなって思います。皆さんね、ノーマルカメラであんな綺麗な肌されてること多いから、だからいいかもしれないけど、私の場合みんなが綺麗な肌っていうわけでもないからね、とみんなそれぞれね。だからもう冬になると乾燥でね、すごい荒れるので私、マスクで荒れてるわけではないんですけど、なんか乾燥で荒れてるみたいで、私はですねーってことで、よく畳み込んでおきます。で、このパウダー、フェイスパウダーを眉毛とか、お人形さんみたいなお肌にしていっておきましょうってことで、はい、終わって、次は眉毛ですね。眉毛は、今日はペンシルからいこうかな。久しぶりにペンシルからいきたいと思います。久しぶりにね、はい、韓国風メイクなので、最近の韓国メイクは、なんか眉毛はすごいナチュラルに描いてるイメージがあるので、はい、目尻はちょっとだけこう描き出していって、こんな感じで。ここがめっちゃ気になるので、コンシーラーで消そう、消しましょう。ほんのちょっとだけ出して、このコンシーラーね、黄色っぽくなくて、黄みが少なくて、いい感じ。でもダセムだからカバー力ちゃんとあるので、本当に肌白さんとかはこれぐらいがいいと思います。私肌白ではないんですけど、でもなぜかすごい肌が白いですねって周りの方に言われるの、なんでなんだろう。私肌白いと思ったことないですよね、自分。まあいっか。で、書いたのでパウダー使います。パウダーパウダーパウダー、何言ってんだろう。ふわふわに眉毛を描いたら、その後にこのグレーっぽいカラーでノーズシャドウも一緒にやっちゃいます。なんかこれね、いつもねパールっぽいマットすぎないんですよね。このブラシのせいなのかな、わかんないけど、ちょっとパールっぽい気がする。なんかマットすぎない気がして、肌なじみがいいのかな、なんて言うんだろう、わかんないけど、こんな感じでシェーディングします。シュシュシュッと、はい、したらアイシャドウに移るんですけど、普段のね、私アイライナーからすると思うんですよ、いつもね、することアイシャドウから先に塗ることもあるんですけど、動画で。でもアイライナーから塗ることが多くて、普段は
なのでですけど、今日はアイシャドウから塗ります。で、今日使っていくのはこのバビメロのファーストコレクションアイズっていう、YouTuber さん、さきのちゃんっていう子とコラボしたアイシャドウです。この本当にさきのさんちゃんと、なんて言ったらいいかわかんないですけど、本当に綺麗な方なので、ぜひ調べてみてください。はい、見た目はこんな感じ、可愛いでしょ。こんな感じです。まずは今日は韓国メイクってことで、ちょっとキラキラっとさせたいので、まずね、このラメを指で取ってアイフォールにこう塗っていきます。ほら、めっちゃ可愛いんですよ。これをこうやって塗っていきます。ほら、こんな感じで、もうね、カメラでも分かるラメっていうのがすごく嬉しい。なんかラメはラメでも、カメラだと分かりづらかったりするラメってあるじゃないですか。そうじゃなくて、しっかりとラメがついてくれるので、もうめっちゃお気に入りのアイテムです。で、次にですね、ここの赤のアイシャドウを二重に塗っていきます。筆に塗っていただいて、こうやってふわっと塗ります。こんな感じでふわっと塗ります。こんな感じです。塗っていただいたら反対側も塗ります。こんな感じで塗っていただいたら、次にこの赤の横のこの色、この色を使ってこのメイクをぼかします。ぼかしましょうということで、使って軽く上にぼかします。どうなるんだろう。こんな感じで塗れたら、この紫、もうめっちゃ紫のカラーとこのブラウンを重ねて目尻に塗っていきます。まず紫を塗ります。めっちゃ可愛いんですよ、この紫。キラキラしてる。めっちゃ可愛い。かわいい、めっちゃかわいい。私紫大好きなので、もう本当に最初ね、こんな色私に似合うと思ったんですけど、めっちゃかわいくてよく使ってます。この紫全然減らないんですよね、このアイシャドウ。結構使ってるんですけどね。はい、こんな感じでちょっと紫を足していただいて、で、この濃いカラーも目尻に塗っていきます。そしたら下にもね、残った色で塗っていって、おお、はい、こんな感じで塗っていただいて、で、
次にこの色を涙袋に塗ります。紫っぽいような、ブラウンっぽいような、なんか不思議な色、なんて言ったらいいかわからない色、とにかく綺麗な色、多分使ってみたらわかります。めっちゃ可愛い、本当に可愛い。こんな感じで軽く塗れたら、次ラメちょっと足したいので、このね花火っていうカラーなんですけど、これめちゃくちゃキラキラなんですよ。こんな感じのキラキラなので、これをまぶたと涙袋に塗ります。いやー綺麗すぎる、これは本当に綺麗。涙袋にもふわっと、はい、こんな感じです。これかな、あら、こんな感じでツヤツヤっとさせました。そしたら涙袋を、じゃない、アイライナーを引きます。アイライナーはこのヒロイメイクのブラウンブラックかなだったと思うんですけど、これを使って引いていくんですけど、なんか韓国のメイクしてる韓国の方ってこんな感じのアイライナーの引き方？してるイメージがあるので、こんな感じで、はい、反対側も。こんな感じで、こんな感じで、かわいいこの色。そしたら、このラメをこの目頭に塗ります。目頭に塗ります。ほんとキラキラ、めっちゃキラキラ、ね、日本のコスメではあんまりないラメ感な気がします。なのでめっちゃ可愛い。私ねマット好きなんですけど、本当にバビメロさんのラメとエチュードハウスさんのラメは大好きで、うん、今日ちょっとラメ欲しいなっていう時はエチュードハウスさんとこのバビメロさんのラメばっか使ってます。もうそれぐらい大好きです。で、後でちょっとアイライナー乾いてからマスカラだったりとかするので、そうですね、他のところをやってやりたいと思います。めっちゃかわいい、どうしようこのラメ感。本当にこのアイシャドウは誰でも漏れると思います。で、
で、さっき軽くシェーディングしたのでハイライト、この無印の紫っぽいハイライトでやっていきます。いきましょう、いきましょう。これでふわーっと、本当に軽くね、本当に。わかりません、わかりますか、わかりませんかみたいな程度で塗っていきます。こんな感じでツヤというか本当に自然なハイライトなので、そんな主張しないハイライトが好きな方はこれめっちゃおすすめです。透明感も出るので、これ紫で、うん、めっちゃおすすめです。軽くチーク代わりとしても使っても全然いいと思います、こういうメイクだったら、うん。で、軽くチークもこのブラシで塗っちゃいます。この SMB チークカラー A のヴィンテージローズチェリアの、これめっちゃ可愛いんですよ、見てください。もう100均でいいのこれって思うぐらいめっちゃ好みなカラーです。本当にふわっとふわっと乗せてますか、乗せてないですかっていうぐらいの程度で塗っていきます。ふわふわっと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 、はい、こんな感じです。うん、かわいい、このチークのカラー、このナチュラルな感じは私は好き。で、このシェーディングパウダーでもうちょっとだけ鼻に影を入れて、うん、やばいですね。で、多分乾いてきたと思うので軽くね、また濃い色使ってアイライナーを、アイライナーの上にこう色をのせます。はい、するとね、ほんの少しアイライナーの持ちが良くなるので、あのアイライナーの色が落ちない程度に軽くアイシャドウをのせて、下にももう少しだけ色を足していって、はい、こんな感じ。えい、かわいい。もうで、マスカラはこの D アップを使います。大好き、 D アップさん大好きよってどれだけ塗ってもダマにならないのがいいところ。はい、こんな感じで、これレブロンの赤いリップをつけます。今日はたっぷりつけます、久しぶり。パパパ、うわー、すごい、すごい、母親ね、今だけなので、ツヤなのは後でもちょっとティッシュオフをするので、リップが濃すぎたかもですね。皆さんが多分やるともっと韓国風メイクというか韓国の美人さん美女みたいなメイクはできると思うので、ぜひぜひ真似してみてください。リップは失敗しちゃったんですけど、ちょっとね、多分
この山をね、もうちょっとふわっと乗せてたら多分良かったんだと思います。はい、今日はここまでにしておきます。はい、フルメイクを動画にしたらこれくらい長くなりましたでした。はい、次の動画もぜひぜひ見てください。そしてチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。メイラチャンネルのあやなでした。バイバーイ。バイバイ。